ちょっと動画撮るわ。今回ね、MH やね、MH34 自動ブレーキが作動してない。ちょっとね、点検します。でもこのオンオフは動いてるで。動いてる。だからこの当時はこんなもんじゃん。え、こんなもんなんじゃん。こんなもんって何が。何も反応せえへんのじゃん。でもこれ変えた。倒産の時とかあった。え、倒産の時とかあった。あった。なんぼだ。聞けへん。どうも言えへん。ちょっとね、診断で出たとこから行きます。やっぱり異常ないで。異常ないで。ん、異常なしやで。なし。うん、ちょっと待ってな。ああ、あるわ。ある。うん、やっぱり通信データが異常やから、うん、なんか線抜いてんのか断線してんのか、うん、そんなんやろな。ちょっと待って。全然問題ない。できそう。全然大丈夫。何が大丈夫。聞けへんのはちょっとでもブレーキ踏んどったら、これ出だしのやつやから自動ブレーキは聞けへん。ブーも言えへんで。言えへん。で、ほんまに、なんか出だしのやつやから、事故直前じゃないと、だからもう自動ブレーキがかかるか事故するかっていう時じゃないと、かかれへん。近づいてきたらブブブブブブ。ああ、そんなんもん。ない。ない。ない。で、だから止まる、自分がわざとこう、ほら、聞くかなー思ってこう、した時に、ブレーキにちょっと足乗してるとするやん。そんなんもう聞けへん。ブレーキ踏んでるという認識。音も、だから試すときは本番といかなかい。本番に目つぶってアクセル踏んで止まってる車に突っ込もうとしたときに聞くかどうかぐらいのレベルでしか確認できない。で、エンジンチェックランプがついてなかったら正常やる。もうこの方はそうなんねんて。だから、まあこの異常は診断なしやから、これはホイールスピンしたとか、ちょっと斜めのところでしろってこうスピンしたとか、うん、それで通信エラーが出てるだけやから、うん、大丈夫。なんか ABS センサーが悪かっても何年って、この ABS が効くやんか、自動ブレーキだから。その時はチェックランプが出るから問題ないって。この頃はもう今みたいにピー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 言えだから聞くかどうか知らん。まあ、とりあえずね、大丈夫みたいなんで、記憶をね、消しておきます。とりあえずね、続きに電話したら、正常いうことで、うん。診断が消えてるからですね。うん、OK です、まあ、ということで、この車は、まあ、事故する寸前じゃないとね、効かないってことがね、わかりました。こんな感じです。